いやもう素直に嬉しいっていうのと、あと最初この花が咲く日はを歌い始めた頃は灯火で歌ってもらえる曲になるって想像してなかったので、それがでも灯火のお客さんが発信でこれみんなで歌おうよって言ってくださって今があるので、すごい僕たちにとってもありがたいですね、はい。四季折々に咲く花を見るたびに自分の大切な人を思い出すという歌です。よく考えたらあれだね、四季折々ってことは年中楽しめる曲になってるって、だから17ヶ月、秋川雅史さんがこの灯火で千の風になってもう2年間リクエストランキングでずっと1位を取られてたように、僕たちの歌う花が咲く日はという曲も灯火で2年、そして、それからも先も、皆さんに歌っていただけるように僕たちも頑張っていきたいと思います。中野のね小料理屋にね行った時に、そこのご主人が、僕歌歌ってるんです5人組でって言って、そしたらまあ僕を見ても気づかなかったんですけど、5人組でって言ったら最近あのベイビーブーっていうグループ知ってるっていう風に言われたことがあって、それ僕ですって言ったの気づかれてなかったです。そう、気づかれてなかったけどベイビーブーっていうのが5人でなんかやってるっていうのがすごいいいんだよっていう風に言ってくださったことありましたね。それ嬉しいね。嬉しい。ラグビー、はい、やっぱりこの15人のチームワークといいますか、どんだけこう、よく言われてるのがどんだけチームメイトで一緒に過ごしたか一緒にトレーニングしたかなんて言われますけど、僕らも本当にこう一緒にいる時間が長かったり一緒に歌ってる時間が長いので、ラグビーの日本代表の方々のように、こうみんなでスクラム組んで日本武道館目指して、トライ決めたいなと思います。